今日は、ベトナム人の方々と岡山県立大学の学生さんたちと一緒に、ランチミーティング、ベトナム料理を食べています。はい、こんにちは。こんにちは。ベトナム人なのにタイさん。はい、これがベトナム料理でね、これは何と言いますか。ふわふわ。この春巻きは何と言いますか。あいよということです。じゃあいただきますわ。あーんなんで、じゃああーんでいただきます。これはあん、ここは、はい、これはあの日本でいうそうめんと春雨みたいな、とても美味しいです。